カルバジェーダデバルデオーラスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカデバルデオーラスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1819人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は93.85%。カルバジェーダデバルデオーラスは、オーレンセ県の東北部に位置し、コマルカデバルデオーラスに属する。北は、 ルビアート、北西部はオ、バルコデバルデオーラスと、南西はアベーガと、東はカスティーリアイレオン州のレオン県のベヌーサの各自治体と隣接。自治体の中心地区はソブラデエロ教区のソブラデエロ地区。カルバジェーダでバルデオーラスはオ、バルコデバルデオーラス司法管轄区に属す。自治体首長はガリシア国民党のマリーアカルメンゴンサーレスキンテーラ、 自治体表議員はガリシア国民党8、ガリシア社会党1となっている。カルバジェーダでバルデオーラスは17の教区に分けられる。ふとじは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。